仕事とか夢を追ってすごい頑張ってる友人たち、私も周りにたくさんいます。同じように私も頑張りたいなと思って、この表皮水泡症、それから賢治っていう作品作り頑張ってます。今朝福祉って書いてある看板を見てすごい思ったんですけど、なんか福祉ってすごい分かりづらいなって本当に思って、なんか英語にしてみてもウェルウェアとかってちょっとこれもよく分かんないなと思って、なんかこう、福祉の本当の意味ってみんなの幸せを考えるっていうことなので、幸せ幸福っていうところだけ取ってハピネスとかって言ったらすごい分かりやすいし柔らかいしいいんじゃないかなってちょっと思いました。ハピネス、はい、ご支援いただくと私たちの活動すごく力になります。ご協力いただくと今後の活動をとってもスムーズに行うことができます。ご支援ご協力どうかよろしくお願いします。あと1日